常の後継者不在とは異なりまして、はい、後継者様と見込んでた方がギブアップされてご相談をいただいた。譲り受け先様の販路を活用して新たな取引先も増えていると、はい、ラインを新設したり、まあ、新規の分野にも進出することができている。今回の動画は水産加工業の事例について加賀美さんにお伺いをしていきます。加賀美さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずですね、加賀美さんが携われた実際の事例について、まあ、上達企業様について簡単にご説明いただけますでしょうか。売り手様はですね、飲食業者様ですとか、うん、小売店向けにですね、魚ですねをカットしたり切り身にしたりしてこう収めていくというような企業様でした。で、ほぼ全てを手作業で行っているっていうのが強みになっている企業様で、数十年の業歴があって、すごく従業員様を大切にしているような企業様でした。で、最初にですね、私そのご面談させていただいた時は、機械化ですとか自動化が進んでないのかな、なんか弱みにつながるのかなと思ったんですけれども、魚の種類ですとかやっぱ大きさってバラバラで、まあ骨を取ったりとかこう細かい、まあ、サイズ指定とかそういったところに対応するために、まあ、逆に手作業の方が細かい要望を対応できると、そういった企業様日本国内でどうも少なくなって、はい、いわゆる残存者利益というか、はい、丁寧なお仕事で利益を得てっていうような貴重な、まあ、企業様だったかなというふうに思います。今回その上等企業様のオーナー様がですね、上等を決断にするにあたった背景みたいなのはありますでしょうか。もともとあのご同族でずっと引き継がれてきて数十年続いてきた企業様だったんですけれども、はい、今のオーナー様がまあご高齢になられたと、オーナーご夫妻にもともと子供様がいらっしゃると、はい、後継者がいないというところで始まりました。ただこの案件ですね、通常の後継者不在型案件とは異なりまして、はい、そうですね、はい、M&A をですね検討する前にご親族でご承継の意思がある、まあ、40代のご親族様がいらっしゃったので、その方をまあ社長候補として会社に入社をさせたという形なんですけれども、はいはい、従業員さんをまとめたりそういうところでやっぱりかなり労力がいるといいますか、はい、難しいお仕事でもありますので、その後継者様と見込んでた方がギブアップをされてですね、自分ではまあ引き継げない、本当に後継者がいらっしゃらなかったというところでご相談をいただいたっていう経緯。なるほど。そういった中で上等オーナー様が譲り受け先様に求められていたポイントであったりとか重要にされていた点というのはありますでしょうか。オーナー様がですね、最も重視されていたのはやっぱり従業員様の雇用が守られるという、うん、この一点でした。なるほど。で、やっぱりオーナー様から言われてよく覚えている言葉はですね、はい、まあ、従業員はやっぱ家族のようなものだと、一から仕事を教えて、まあ、今細かい作業もできるようになっていると。で、自分たちに何かが起こってしまうと企業としての存続がやっぱ難しいので、はい、従業員も困ってしまうだろうと、で、何よりも従業員を安心して任せられる相手先を連れてきてほしいというのはですね、まあ、繰り返し言われておりました。それに伴ってですね、はい、引き継いだ後も従業員がやっぱり心配な部分があるというところで、3年間を、ね、自分たちが引き継ぎの期間として関わりたいっていうのが強い希望もありましたし、やっぱり自分たちが70歳を超えてとご高齢でもあるので、はい、気力、体力の部分が厳しい経営を続けるですね、やっぱり若い経営者を派遣してほしいと、こういった希望がありました。本当に今人材と家族である従業員さんを守るってところは重視されてたってことですよね。今回ご制約に至った譲り受け企業様はどういった企業様だったんでしょうか。いわゆる総合的な食品商社と、あー、なるほど、して、はい、さまざまな食品ですとか、まあ、食材を、はい、まあ、小売店様の業態に卸すというような業種様でしたね。今回その M&A で取得をされた目的っていうのは何かあったでしょうか。それはもう明確なものがありましてですね、譲り受け企業様からするとより自分たちより川上の業態に進出することができると、上等企業様が得意とされていた切り身ですね、はい、こういったものをスーパーさんですとかそういったところをはじめとした自社ですでに保有しているような販路に卸せるようになるだろう。で、さらにですね、まあ、持ち前のやっぱり営業力を生かしてですね、新規開拓なども見込めますし、それによって売上高を増加させることができるというふうに見込まれています。まさにですね、今回、まあ、水産加工の企業様と総合食品商社さんのマッチングという事例になったかと思うんですけれども、はい、これ M&A の実行後何か変化っていうのはありましたでしょうか。今もう2年以上が経過して業績は好調ですというところです、はい、承継実施にあたってですね、まあ、譲り受け先さんから経営者の派遣も行っていただきまして、うん、プラスしてですね、その後幹部クラスの人材の方を 2,3 名追加で採用していただいたと、経営体制の強化が図られているというところ。想定通りですね、譲り受け先様の販路を活用して、まあ、新たな取引先も増えていると、はい、さらにですね、フライの工程にも対応可能なラインを新設したりですとか、はい、まあ、新規の分野にも積極的に進出することができているというふうにお聞きをしております。
います。まさに単独だとなかなか難しい新たな設備投資であったりだとか人材の確保っていうところが実現できているということですね。おっしゃる通りですね。その中でオーナー様なんか心境の変化とか何かありましたでしょうか、はい、オーナーの気持ちとしてはですねやっぱりほっとしたという気持ちが一番大きいようです。そうですよね、はい、ご制約の日にはですね非常にこう嬉しそうにしていただいて、はい、新しい経営者様の席をですね、はいまあ、どこにしようかなという、まあ、声を弾ませてですね、はい、オーナー様の姿っていうのはやっぱ個人的に忘れることができないなというふうに感じてます。また従業員様への責任も果たせたという気持ちも、はいまあ、もちろん大きいようでございましてこれでさまざまな新しい取り組みをしていけるようになったというふうに気持ちを新たにしておられました。さらにですね譲渡後も会長という形で会社に残っておられますので、はい、経営面の引き継ぎですとか、まあ、サポートを今もしておられる。オーナー様としてはやっぱりライフワーク、生きがいというふうになっていた仕事っていうのを無事に引き継ぐことができて安心できる環境を手にしていただくことができたのかなというふうに考えています。まさにですね今回の事例、まあ、上等オーナー様は本当後継者さんいらっしゃらないというお悩みをお持ちでいずれ行き先様はですね、まあ、販路の拡大っていうところのお互いのニーズがマッチしてそれに伴ってまあ業績が拡大したっていうような本当にいい事例という方ですよね、はいはい、ちなみにあの大野さんはマッチングを担当する部署にいらっしゃいますけれども、はい、この領域ですとか分野で M&A に積極的な特徴のある企業様はいらっしゃいますか。はい、まさに一社挙げさせていただきますと吉村フードホールディングス様ですね。一社でですね M&A っていうのを積極的に展開をされていて食品加工であったりだとか強みを持っている会社様をですねグループ化をされておりましてそれぞれの販路であったりだとか強みっていうのを生かしてどんどん承継問題の解決であったり業績の拡大っていうところをされている、まあ、特徴的な企業様かなというふうに思います。我々もですね、そういったところの企業様とも多数つながっておりますので、そういったところでご人数のある方、ぜひご相談いただけたらと思いますね。先ほどのものはあくまで一例ですので、弊社では様々ないずる系企業様のニーズを把握しております。まずはご相談いただければと思います。大野さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。M&A 総合研究所は上場企業唯一の完全成功報酬制を取っております。上場企業様からは着手金、中間金を一切いただいておりません。ご制約に至るまで費用は一切いただいておりませんので M&A にご関心のある経営者様はお気軽に M&A 総合研究所までお問い合わせください。